さて男子の方は今、時刻は間もなく5時29分になろうというところで4種目目から今5種目目終わったところです。それでは女子のビデオテープをご覧いただいて、いた間に行われたその男子の一般の平行棒5種目目の平行棒の山脇選手からの演技をご覧いただきましょう。山脇は床が 9.80、 あん馬 9.45、 つり輪 9.60、そして跳馬が 9.60。 2位の外村にその差が 0.475 とリードしての5種目目平行棒の演技です。オリンピック後一番構成を変えたのはこの平行棒なんだそうですね。そうですね、見ていてはそう感じがしますね。特に車輪ひねり車輪というところの構成と、はい、それから腕支持からの前方宙返りを先ほどやりましたね。ボタンからダブル宙返りです。これが 9.45 という山脇教授の平行棒でした。特にはこの山脇選手は演技にピリッとしたこの味を出せる選手なんですよね。はい、これはこの平行棒っていうのはちょっと彼としては苦手な種目の一つじゃないでしょうかね。そういうところでどうしてこの運動を克服するかっていうことで非常に悩んでたと思います。はい、ですからそれなりに非常に自分のいいところをこの平行棒の中に取り入れましたよね。ですから本来振動系で運動をやるよりは、はい、車輪でを変化していくとかですね、はい、腕支持から前方宙返りをやって変化をさせるような方に、技を構成していくと、この辺は非常に自身の頭の良さでしょうね。なるほどね。はい。